税金最不調になると言われながら、なかなか地方においては、あるいはまた中小企業にとっては思うような状況にならない、そういう厳しい一年だったと思います。特に本県にとりましては、関東東北豪雨が9月9日10日と襲ったわけでございまして、その対応に皆さん方にも大変ご尽力をいただきました。鬼怒川関係の復興のための TG プロジェクト、国県市が一緒になる総額600億という大変大きなお金をつぎ込んだ復興プロジェクトになってまいります。ソフト面も一緒にやっていかなければ、これからの災害への対応が難しいだろうということで、両面からの対応策を講じていくことにしているところであります。イノベーション体験という言葉が提案されております。革新ということでありますけれども、日本や世界の発展に役立っていける県というのはそんなにはない。その中で茨城というものは大変貴重な存在なのではなかろうかと思いますし、それだけの可能性がある県だと思っております。今大変厳しい時代であります。茨城の飛躍に向けて大きな一歩を踏み出すための時期でもあります。その両方を考えながら、これからの形成というものを進めていかなければいけないと思っております。ぜひアンテナを高くして、いろんな情報を知りながら、検討して何をやっていけばいいかということを絶えず考えていっていただければ大変ありがたいと思います。